Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome to Think Tech Hawaii. Konnichiwa, Hawaii. A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Mika Ejiri, Customer Experience Representative at Hawaii Coffee Company. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国末ゆかりです。今日の放送は、ハワイコーヒーカンパニーでカスタマーエクスペリエンスリプレゼンテティブをされている、江尻美香さんをスタジオにお招きしています。美香さん、今日はよろしくお願いいたします。お忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、まず早速なんですけれど、はい、あの皆さんが大好きなコーヒー、はい、ハワイといえばコーヒーという感じで、はい、そうですね、はい、でハワイコーヒーカンパニーというところなんですが、はい、これはあの今今日は来てくださっているライオンコーヒーという、はい、はい、こちらライオンコーヒーですけれども どういう関係があるんですか。はい、あのハワイコーヒーカンパニーに実はライオンコーヒー、はいはい、それからこちらにありますけれども、はい、ロイヤルコナですね。それからこちらのハワイ最大の紅茶の会社、はい、ハワイアイランズティーカンパニー、この3つのブランドが共有しております。なるほど。じゃあここで見せていただいてるんですけど、このライオンというかあのコーヒーですね、はい、それからよくこれはお店に出ていますけれど、このコーヒー、ね、はい、100% ですね、はい、お茶も出してらっしゃるというところだそうで、はい、でそのライオンコーヒーというんですか、ハワイコーヒーカンパニーというんですか、はい、そこでそのやっていらっしゃるカスタマーエクスペリエンスリプレゼンタティブというのは、具体的にはどういうことをやってらっしゃるんですか。はい、まあ、簡単に言いますと、お客様の顧客満足を、充実させるという役割なんですけれども、お客様に、満足を充実していただく、はいはい、まあ、私の大きな役目としましては、はい、毎日2回行っております、はい、焙煎工場の見学ツアー。ああ、工場があるんですね。そうです、全、はいはいはい、て の、 あのライオンコーヒーロイヤルコナはこちらで焙煎されておりますので、はい、ああそうなんですか、はい、実際に皆さんがよく飲んでらっしゃるコーヒーがどのように作られているか、はいはい、自分の目で五感で感じていただく、はい、なるほど、はい、インタラクティブな匂いなんかも嗅いでいただける。はい、あ、それはあのどこにあるんですか。コナにあるんですか。オアフにございます。オアフ、はい、ワイキキとですね、はい、空港のちょうど真ん中にありますカリヒ地区にございます。カリヒ、はい、はい、じゃ あのワイキキに来ていらっしゃるお客さんたちなんかも、はい、皆さんバスですとか、はい、タクシーですとか、最近の方はウーバーなんかを使って、ウーバーで、はい、よくいらっしゃっていただきます。なるほど、なるほど、はい、でそのハワイっていうと、はい、コーヒーっていう、はい、もう本当にこうなんか直結してるんですけれど、ね、はい、ハワイは全米で唯一大々的に商業的にコーヒーの栽培が行われている州でございます。あ、そうなんですね、はい、他の州はそういうところはないんですか。若干ですね、最近はカリフォルニアですとか、はい、あちらの方で作られてますけれども、はいはい、これほど大規模ではないということです。なるほど、なるほど。ですので、ホワイトハウス、ワシントン DC、はいはいはい、あちらでの晩餐会では必ず、はい、ハワイのコーヒーが出ます。あ、そうなんですね、はい、そうすると、ハワイだけではなくてですね、そのワシントン DC のホワイトハウスでも必ず粉コーヒーを飲んでらっしゃる。そうですね、こういうことなんですか。最近はカウコーヒーも出ますけども、オバマさんはカウコーヒーが大好きだ、はい、なるほど、ということだそうです、はい、で今日はですね、まず最初にそのコーヒーといっても皆さん食卓に上がるまでにあのどんな形で、まあ、あのツアーなんかをされた方は見ていらっしゃるかもしれないですが、知らない人が多いと思うんですね。そうですね、はいはい、で木から始まるコーヒーの木っていうのがあるんですよね、はいはい、そうです。その辺からちょっと説明をして、はい、コーヒーの木から皆さんの食卓までちょっと簡単にご説明したいと思います。はい、ありました。 So if you can show the first picture here、こちらがですね、コナにありますコーヒー畑の模様ですね、はい、コナにあるコーヒー畑、はい、はい、これはコーヒーの木ですね、そうです、はい、日本語でもコーヒーの木というのが植物学的な名前だそうです。コーヒーの木っていうんですか。はい、はあ、なるほど。クチナシ科に属しておりますので、はい、次にお花の写真が出ると思います。クチナシの花のクチナシ科ですか。そうです。なるほど。 Next picture、 こちらですね。綺麗ですね。大変綺麗な花、小さい花ですが、はい、たかだか 2,3 日しか持たないんですね。このお花が 2,3 日しか咲かないんですか。はい、桜よりも短いですね。そうです。ですので、はい、コナの傾斜の雪解けのように見えるということで、コナスノーという可愛らしいニックネームがついております。コナスノーだそうです。皆さん本当にあの可愛らしいですね。白いんですね、この花はね。はい、okay, next one、
で半年ぐらいしますとこのように緑の実がなってまいります、はい、これなんかちょっとレモンの硬いように見えますけど、これはもっとただこれちょっと拡大してありますので、なるほどなるほど、はいはい、でもっと小さいわけですね。そうです。でお花がこういう実になると、はい、そういうことでしょうか、はい、はい、これ季節はどのぐらいの時ですか。花がですね大体1月から3月ですので、はい、実はその大体6ヶ月後、はい、大体7月8月夏の間ですね、はい、6、7月ぐらい。なるほど、このぐらいになっているそうです。はい、はい、Next picture。でそれからですね、はい、またどんどん熟してきまして色がこのように赤く変わって、はいはい、なんかクリスマスの色ですね、はい、緑と、はい、赤で、で今ですねちょうど粉に行っていただくと、はい、このような模様で、はい、全て手摘みで行われるわけです、ね、はい、手摘みで、はい、そこ 茶摘みのような感じで、はい、そうですコーヒーも手摘みだそうです、はい、綺麗ですねこの赤い色というのは。でこの緑がだんだん赤になっていくということですね、はい、その過程の今写真ですね、はい、Okay, next picture。それからですね実を干しまして、はい、このような平らなところで、まあ、4、5日天日干しするわけですね。そうすると摘んだ実をこうほとんどみんな赤い実になって黄色とかも、そうです、熟した実だけを摘んでいきますの で、はい、でそれをこう天日干しみたいな感じにするんですか。はい、精製所に持ってくるわけですね。でそこでまず、はい、このように天日干ししまして、はい、その後には果肉と種の部分に分けてまいります。わあ大変です。これちょっとなんかブルーベリーみたいなこう青いのも見えるんですけど、そうですね、だんだん乾いてまいりますので。なるほど、はい、赤い実が乾いてくるちょっとこう青みがかった紫になっていくって、そういう感じでしょうか。すごいですね、だいぶ広い場所が必要ですね、はい、これだけするにはね。天日干しをしているところだそうです。これ何日間ぐらいするんですか。これは 4,5 日ですね。 4,5 日、はい、Next one。 でその後はですね、果肉の部分、はい、それから種の部分と分けていきまして、はい、で種の部分は今こちらにはあるんですけれども、はい、後であの、はい、画面を見せていただきたいと思います。外側の皮を剥きますとこのようなグリーンの生豆が顔を出すわけです、はい、これは本当お豆という感じ、なんかピーナッツの雰囲気ですけど。そうですね、はい、緑なんですか。これはもうちょっと緑になります。なるほど、緑豆がコーヒーの豆ということですね。はい、はい、Next one please。その後はですね皆さんご存知のこのような麻袋に、はい、緑の豆は入れられまして、はい、まあ、世界中にありますいろいろな焙煎所に出荷されるわけです。なるほど、この 100% 粉というのが一番高いですよね。もちろんそうです。ハワイ州ではかなり規定が厳しくてですね、はい、粉の豆の大きさで4つの分類に分けてあります、うん、はい、なるほど。で豆が大きければ大きいほど、はい、まろやかな味になるといった具合に。豆が大きければ味がもっととまろやかであるということですか。はい、ですので、はい、一番等級が高いのはエクストラファンシーと呼ばれてまして、うん、エクストラファンシー、はいはい、こちらの 100% ですとかなりお高くなるということ。なるほど、そうするとこれ今 45.4 キロ入ってるんですね、はい、平均的な価格にしますと、はい、まあ、大体1袋、はい、日本円にするとまあ10万円ぐらい。10万円だそうです、はい、皆さんこのコーヒーの袋がですね、麻袋、はい、はい、分かりました。これでおしまいですかね。まだ次がありますね。Next one。それでですね、こちら弊社の焙煎工場ですけども、はい、このように、焙煎をしてまいります。なるほど、これ大掛かりですね。浅煎り、深煎りという、まあ、レシピに従いまして焙煎していくわけですね。はい、なるほど。でこれはじゃあ例えば旅行にいらした方でも。ツアーに参加すると見ることができるんですか。はい、そういうことになります。ああ、そう、なんかいい匂いが漂ってくる感じがしますね。そうですよ、もう工場の中は香りプンプンで、ね、はい、コーヒーが好きな方にはたまらない香りではないかと思われます、はいはい、では最後にはですね、はい、この後に、はい、パッケージングの写真があるかと思います。 Next package picture please。はい、このような機械を使いまして、はい、まあ、焙煎された豆をそれぞれの袋に詰めていって、はい、最終的な商品に加工するわけです。これは赤くなっている部分っていうのはこれは袋なんですか。はい、ですね、じゃあちょっと後で見せていただきます、はい、Thank you very much、okay、じゃあ今ちょっとここでさっきの最後の写真は、はい、最後の写真はこのようなパッケージに、そうするとこう豆が入って、はい、ピュッとこう切れて、そうです、空気を豆が入りまして、はいはい、空気を抜いて、はい、で最後には酸化防止剤の、はい、ナイトロジェン窒素を入れまして、はい、封をして、はい、このクリップをつけて、はい、最終商品になるわけです。このクリップね、買われた方は皆さんよく集めてらっしゃった方がいらっしゃる。私も集めてるんですけど実は美香さん今日はここのところ見 見えますかしら ね、ここにいっぱいクリップがついてますけど、はい、はい、これはコーヒーを飲む人が見ればすぐ何か分かるというクリップですが、はい、
ということで、こういった工程、かなりの長い工程ですよね、はい、を経て、まあ、高い粉コーヒーになる、買うコーヒーになると、はい、皆さんの食卓に届くということになります。なるほどですね、はいはい、で次の質問なんですけれど、はい、なぜハワイで、まあ、このフラだとかね、レイだとか、そういうのはハワイが分かるんですけど、なんでハワイがコーヒーなんですかっていう質問を、はい、私もしますし、あの他の人もすると思うんですが、はい、その辺をちょっと説明していただいてよろしいですか。はい、これはですね、かなり長い歴史がございます、はい、まず歴史的に、お話ししますと、はい、1823年、はい、日本だと江戸時代の最後ぐらいですかね。そうですね、もっと前ですね、はい、江戸時代の最後が1867年ですので、はいはい、そのもっと50年前ですね。その当時の、王様カメハメハ2世と2世お妃様が、はいはい、イギリスに行ったんですね。イギリスに行った、はい、イギリスの王様に会いに、はい、王様が王様に会いに行ったわけですね、はい、その時に、はい、このオアフ島を司っているボキさんという州長も連れて行ったわけです。州長さん、はい、はい、ボキさんという名前なんですね、はい、ハワイのことですか、はい、3人とそれからボキさんの奥様もいらっしゃったみたいですね。なるほど、はいはい、まあ、それでロンドンに着きまして、はい、もうロンドンではカフェ文化が栄えておって、なるほど、コーヒーを飲んだら、はい、これは素晴らしいということで、はい、もうちょっと滞在をしたかったけれども、残念ながら王様とお妃様がはしかにかかって亡くなってしまった。はしかにかかってしまったんです。それはロンドンでかかっちゃったんですか。そうです。まあ、じゃあやっぱりこう免疫がなかったんですね。なかったんです。ハワイにはなかったんでしょうね、そういう病気が。なるほどね、はい、はい、で、カメハメハ王とそれから奥様は亡くなってしまって、でも困ったボキさんは二人の亡骸を連れて、はい、リオデジャネイロ経由でハワイに戻ってきた、はい、リオデジャネイロというのはブラジルですね、はいはい、世界の第一のコーヒーの生産国のブラジルですね、はいはいはい、でそこで泊まった時にですね、うん、ちょうど苗を、入手したわけです。コーヒーの木の苗ですか、はい、でそれを持って帰って一緒に来たイギリス人の、はい、植物学者、はい、ウィルキンソン氏、ウィルキンソンさん、はいはい、彼に、自分のマノアの庭に植えてほしいと、はい、で、まあ、世話をしてほしいということで。なるほど、はいはい、で育ったんですけれども、なぜか今度ウィルキンソン氏が亡くなってしまったんですね、はい、皆さんなんか儚い人生、はい、コーヒーにまつわる詩ですね、はい、でもあのイギリスでもコーヒーを飲んで、 そしてそのボキさんはブラジル経由で帰ったことによってそこでもコーヒーを体験して、はいはい、それを苗をわざわざハワイのマノアまで持ってきた、はい、そうです。彼はですね、大変先見の明があったと思いますね、はい、そうですね。コーヒーとそれからサトウキビの苗も入手したような話が、はい、このボキさんっていう名前の ボキですかっていう州長さんですね、はいはい、先見の明があったボキ州長のおかげで私たちは美味しいコーヒーをそれからハワイの産業の礎となったサトウキビも、はい、エンジョイしているということだそうです、はいはい、でそのマノアに植えたんですが、はいはい、ウィルキンソン氏は亡くなってしまって、はい、でその2年後1828年、はい、今度は牧師さんのサミュエルさんが、はい、そのマノアのコーヒーを自分の粉の方に持って帰った、ね、そのサミュエルさんという方はオアフ島ではなくて、はい、コナーに住んでらっしゃる方だったんですね、はいはいはい、でマノアから苗をもらいまして、はい、コナーの自分の家のあたりに植えたところ、コナーの気候が大変あってかなりコーヒーが、伸びてきた。なるほど。というのが、まあ、ハワイのコーヒーの始まりです、はい、今そのロンドンから始まりまして、ブラジルに行きまして、マノア経由でコナーに行ったと、そこまでのところをちょっとお伺いしたところで、ここでちょっと休憩をさせていただきたいと思います。We're going to take a short break here. We'll be right back. I'm Jay Fidel, Think Tech. Think Tech loves energy. I'm the host of Mina, Marco, and Me, which is Mina Morita, former chair of the PUC, former legislator, and Energy Dynamics, a consulting organization in energy.Marco Mangelsdorf is the CEO of Provision Solar in Hilo. Every 2 weeks, we talk about energy, everything about energy. Come around and watch us. We're on at noon on Mondays, every 2 weeks on ThinkTech. Aloha. Hi, I'm Dave Stevens, the host of Cyber Underground, every Friday here at 1 p.m. on thinktechhawaii.com. And then every episode is uploaded to the Cyber Underground.that library of shows that you can see of mine on youtube.com.
And I hope you'll join us here every Friday. We have some topical discussions about why security matters and what could scare the absolute bejesus out of you if you just try to watch my show all the way through. Hope to see you next time on the Cyber Underground. Stay safe. We're back from break. I am Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Mika Ejiri of Hawaiian Coffee Company. Live でお届けしております、ThinkTech Hawaii 日本語放送。こんにちは、ハワイ。今日のゲストは、ハワイアンコーヒーカンパニーの江尻美香さんにお話を伺っています。先ほどのお話の続きなんですけれど、はい、コナに苗が行ったと、はい、サミエル先生、サミエル牧師さん、牧師さんが言ったんですね、はい、でそれからどういうふうに栄えたんですか？それからはですね、はい、かなり、コーヒーが広がったんですね、うん、で実はですね、元年物が到着したのが1800年、はいはい、ハワイの方ご存知だと思いますけれども、はい、日系初のハワイへの移民、はいはい、江戸時代の最後の年1867年に横浜港153人の日本人が出まして、はいはい、着いた頃には明治元年になってましたので元年物と呼ばれていますね。そうです、はいはい、その元年物到着が1868年なんですが、はい、その2年前の1866年には、はい、なんと、カリフォルニアサクラメント新聞の記者だったマーク・トゥエインが、はいはいはい、コナに来てまして、かなりコナコーヒーのことを美味しいと絶賛しまして、はい、これで多分西海岸の人はコナコーヒーの名前を聞かれたんだ、はいはい、なるほど。で新聞記者だったマーク・トウェインがいてくれたことで、はい、そうですね、また知名度が上がったということですね。でなんでコナなんですか？なんでマノアで発展しなかったんでしょう？はい、それはですね、はい、コナというのは今でも皆さんおっしゃるんですけれども、はい、コーヒーの生育にとって理想的な自然環境が全て整っていると言われています、はいはい、例えば何が例えばですね、はい、まず土壌、土ですね、はい、これは2つの、はい、火山の土壌が入っているわけですね、マウナケやマウノルアがありますよね、そうです、はいはい、有機物が大変入っていて、コーヒーの栄養が、はい、生息に必要な栄養が全てある、なるほど、はい、それからもちろん亜熱帯、ハワイは亜熱帯気候ですけれども、うんうんうん、なおかつ、午前中は日差しが強い、はい、で午後になりますと、はい、ちょっと雨がありまして、はい、夕方になると影ができる、はい、例えばですね、オアフでもコーヒーは栽培されてるんですね。あ、そうなんですか。ノースショアに行かれる時に、はいはい、パイナップル畑通り過ぎますと、ありますね、はい、最後はコーヒー畑なんです。あ、そうなんですか、はい、じゃあコナに行くチャンスがない方はですね、ノースショアに行った時にパイナップル畑の端っこの方を見るとコーヒーがあると、はい、ただですね、はい、そこはやっぱり平らな土地ですので、影を作るシャドーツリーが植わってます。シャドーツリー、はいはい、夕方になるとそのシャドーツリーの影がコーヒーに当たって、はい、わざわざ影を作る木が植わってるんですね。ただコナはもう傾斜ですので、はいはいはい、もうそのまま影ができ る、 なるほど、シャドーツリーが必要ないということになります。ということでコナはもう理想的な立地条件、はいはい、でなおかつ夕方になるとかなり涼しくなりますので、はい、寒暖の差が激しくて豆がどんどん大きくなるということになります、はい、で大きくクオリティのいい甘みのあるんでしたっけ、はいはい、そうです、はいはい、なるほど。でコナコーヒーが有名になって、はい、でそれはその先ほどもおっしゃってたようにホワイトハウスでも飲んでるそうなんですけれど、他の例えばコーヒーっていう他の島とかですね、もちろんですね、はい、先ほど申しましたようにオアフでもありますけれども、うん、はい、最近は例えばマウイですとか、はい、カウアイ島、はい、こちら の、 あのコーヒーの農園さんもご自分のコーヒーを、はい、小売で出しています。なるほど、はい、でもあんまりオアフコーヒーって聞かないですよね。そうですね、やはり圧倒的なのは世界三大コーヒーにもなっている、はい、まあ、コナコーヒー、世界三大コーヒー、はい、こちらはですね、はい、ジャマイカのブルーマウンテン、ジャマイカっていうと、カリブですね、カリブ海ですね、はいはい、それからアフリカはタンザニアのキリマンジャロ、キリマンジャロ、はい、はい、聞いたことがある方が多いと思いますけれど、そしてそしてハワイのコナ、コナなんですね、はい、こちらが、はい、世界三大コーヒーと言われております。なるほど、はいはい、ハワイのコナコーヒーは世界の三大コーヒーの一つなんだそうです、はい、ただですね、はい、この三大コーヒーになったコナですけれども、はい、先ほどの元年物の話が出ましたが、はい、大変日本人が関わっているんですね。ご存知でしたか？はい、いや、あんまり、あの、はい、ですので博学にして、はい、ぜひ日本の方には知っていただきたいお話なんですけれども、はいはいはい、まあ、元年物の方はサトウキビ畑での労働に、ね、うん、その話を聞きますね、はい、従事されました、はいはい、その元年物でハワイに残った方が 3,40人ぐらいいらっしゃったそうです、うん、なるほど。残りの人はほとんど帰ってしまった、帰ったんですね、150人とおっしゃいましたけど、150人のうち30人残って、はい、30人はカリフォルニアの方に行かれて、はいはいはい、残りの方はもう帰った、
ね、なるほど。その残った方たちの子孫、うん、それから2次3次の、うん、まあ、移民政策でいらした方、後から来た人たちですね。その頃にはですね、はい、もうサトウキビ産業がだんだん廃れていって、はい、しまったんですね、はいはい。で元から粉コーヒー、粉ではコーヒーを作ってたんですけども、うん、サトウキビに転換したんですね。儲かる方がいいって。なるほどね、はい。でじゃあまた元に戻ろうかという時に、はい、大地主さんたちは、はい、じゃあ大きな農園として経営するのは大変リスクが高いから、うんうん、5ヘクタールほどの小さい農園にして、じゃあこまこまとした感じの、はい、もし買いたいもの、はい、借りたいものがあればそうしてもいいっていう話になります。なるほどね。でまあ小作のような感じですね。そうです、移民できた日本の方はですね、大きな農園で雇われてましたので、はい、自分たちの自由と独立を求めてすぐさま借りたり、はい、買いたり、お金をかき集めて、はい、コーヒー畑を始めたと、はいはい、ですので、はい、1932年ですか、はい、1080ほどの農園がありましたけれども、はい、コナには、はい、90% 以上日本人の経営だった。日本人が頑張ったと、はい、9割方が日本からの移民の方たちが作り上げたコーヒー畑、これに私たちは恩恵を受けていると、はい、そういうことですね。ですので、これから飲んでいただく粉コーヒーの一杯が大変重いものになるかと思います、はいはい、じっくり味わって飲んでいただきたいと思います、はい、でその味わう時のですね、まあ、味わう前にコーヒーを買われて、例えば日本に持って帰られるとか、まあ、スーパーマーケットなんかで買われてですね、その保存方法っていうのがちょっとこう大事だと思うんですが、はい、専門家の方から見るとどういう保存方法にしておくのが一番いいんでしょうか。基本的にはですね、はい、コーヒーというのはかなり長持ちするものではあるんですね。そうなんですね、はい、ただ、まあ、はい、時間が経ちますと、はい、香りがかなり飛んでしまいますので、はい、まず封を切ってない、袋でしたら、うん、常温、ただ、はい、変化がないところがいいんですね。日本ですと急に夏になったり暑くなって、はいはいはい、でクーラー入ってる時はいいですけれども、はい、クーラーを切ってしまうとかなりお家の中が暑くなりますので、はい、まあ、冷蔵庫か冷凍庫。やっぱり冷凍庫に入れる人がいますけど、入れといた方がいいんですか。はい、結局温度が一定ということで、はい、じゃあ封を切ってしまった袋はどういうふうに、はい、これからが大変です、はいはい、大変です。コーヒーの、はい、大敵はですね、はい、水分、それから湿度、はい、それから酸化、はい、それから日光、はいはい、ですのでこの3つをなるべく避けていただくために、はい、水分、湿度、日光、これは避けるということです、はいはい、ですので一旦切って、まあ、コーヒーを作った後はですね、うん、すぐにですねこう袋をギューッとやって空気を抜いていただいて、ギューッとね、はい、このこういう袋をですね、これをここギュ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 ッとこうやるんですね、はいはい、それでなおかつ、はい、ジプロック等の袋がありますけれども、はい、プラスチックバッグなどですね、はい、そちらにまた入れていただいて、また空気を抜いていただいて、はい、空気を抜く、はい、はい、それで今度は冷蔵庫の方に入れて、はい、冷凍庫じゃないですね、はい、冷蔵庫ですね、今度は冷凍庫に入れてしまいますと、出すたんびに温度の差が激しくて水滴がつく場合があるんです。そうですよね、はいはい、じゃあ開けたコーヒーはとにかくギュギュとこう空気を出して、それをまたジップロックなどに入れて冷蔵庫、冷凍庫ではないですよ、冷蔵庫の方に、置いておいてほしいと、はい、それでできれば、ね、はい、まあ、2週間ぐらいのうちにお飲みになった方が美味しくいただけるかと思います、はい、とハワイアンコーヒーカンパニーさんはおっしゃっています。はい、はいはい、それでですね、その保存方法を教えていただいたんですが、まあ、日本に持って帰られる方がいますよね、はい、その方たちに例えばこういうところは注意していただきたいみたいな、なんかヒントみたいなありますか。あとはですね、やっぱりなるべく早めに飲んでいただきたい、はいはい、でそのままにしておきますと、特にライオンコーヒー、フレーバーコーヒーで有名なんですけれども、はい、いろいろ味がついてというか香りがついてるんですね、はい、お砂糖なしでも大変飲んでいただける美味しいコーヒーなんですが、はい、やはり香りというのはどんどん飛んでいきますので、はいはい、一旦開けたらなるべく早く、うん、まあ、お友達いっぱい呼んだらいいでしょうね、はい、コーヒーパーティーをしたらどうでしょうかと、ね、いう感じですが、いっぱい呼んで飲んでくださいという感じでしょうか、はいはい、じゃあ今ちょっとここに見せて If you can show the picture here、 で先ほどちょっとここに出ていたのとこれとこういくつかあるんですが、はい、これちょっと説明していただいてよろしいですか。こちらがですね、はい、種を乾燥させたものですね。果肉を抜いて、ね、種だけにして、はい、種だけにして、はい、乾燥させたものです、はい、こちら薄皮がまだついておりますので、薄皮は、はい、こちら薄皮を剥きますと、うん、このようなグリーンの、はい、これがちょっとそういう感じですね、顔を出すわけです。これは
あの豆の薄皮が抜けたやつですね、はい、ですから、はい、麻袋に入っているのはこちらなんですね。皆さんよく麻袋ご覧になります、はい、10万円のやつですね。そうです、10万円のやつ、はい、これが入っているそうです、はいはい、でこちらをですね焙煎機にかけますと、はい、このように色が変わっていく、はい、そちらがこれはいってるいった感じでしょうかね。そうです、はい、焙煎したということです、はい、で黒くなってますね、はい、濃い方が深入り14分から15分、はい、あちらの浅い方が浅入り、はいはい10分から11分ということになります。これはちょっと短くしてるということですね、はい、で昔なんかそんな焙煎機が なかった時はどうしたんですか。あ昔はですね、はい、ですからライオンコーヒーが生まれる前は、はいアメリカの方はこのようなグリーンの豆をこれを、はいはい、食料品店で買ってきまして、はい、フライパンで自分のうちのキッチンで行っていこうやって行ってたんですか。はい、はい、それでこういう色になったんですか。さあどうでしょうね。焦がした方もいらっしゃると思いますし、なかなか上手に入れなかった方もいらっしゃると思いますので、はい、なるほど、はい、でそのライオンコーヒーさんなんですが、もうかなり昔からやってらっしゃるということで。そうです、誕生はですね、はい、1864年、はい、江戸末期ですけれども、なるほど、今から来年でちょうどライオン君は155歳になります。155歳だそうです、はい、アメリカの、はい最古のコーヒーブランドの一つとして考えられております、はい、でちょっとここで写真を見せていただいてみますか、はい Can you show the last two photos here?これはどういった、これはですね、はい、その1ポンド入りの、はいコーヒーをですね、うん、紙パックに入れて売り出した際にこのような、はいはいポストカードを入れてたんですね。なんかアリス・イン・ワンダーランドのような感じですね、はいシーズンでまた、はいデザインが変わりまして、なるほど、未だにこれコレクションされてる方もいらっしゃいます、ね、なんかちょっと可愛らしいですよね、はい、でこれはハワイではないですね。これはオハイオにあった、オハイオにあったライオンコーヒーがこういうことをしていらっしゃった。もともとオハイオで誕生しまして、はいろいろですね、紆余曲折しまして、はい、1979年からハワイで、また営業を始めているわけです。なるほど。 Can you show the second picture please? これも可愛らしいですね。そうですね、はい、クラシカルなデザインで、はいはいはい、一番下にトレードオハイオと書いてありますね、はいはい、Thank you very much。でそれでもし皆さん、まあ、ハワイにいらっしゃる方もですね、それからハワイを訪れてくださる方も、もしコーヒーの生鮮工場ですか、焙煎工場を、はいご覧になりたいという方は、どこに行けばよろしいでしょうか。情報はですね、まあ、インスタグラム、フェイスブック、ライオンコーヒーカタカナで出していただくと出ると思いますけれども、はい、ホームページ、ライオンコーヒー .com、はい、こちらでも日本語で、焙煎工場、ね、今このミカさんの、はいここに入ってこちらですね、ライオンコーヒー .com だそうです、はい、でいろいろコーヒー の味わうだけではなくてですね、ちょっと歴史やどういった風に焙煎をするかなども勉強することができて、ミカさんがいろいろ教えてくださると、そういう楽しいツアーですので、ぜひ皆さん、参加してみてください、はいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 Okay, I think the time is here。 それでお時間が来たようです。本当にありがとうございました。私もなんか少しコーヒーを飲みたくなりました。We are out of time now. Thank you very much again. And stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunise. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time.